日本関東地方千葉県松戸市小金小金は千葉県松戸市の地名。本校では小金清町、小金和佐町、和佐内についても述べる。松戸市の北東部に位置している。住居表示の整備は実施されておらず、町名の部分は、障子となる。小金地域や小金地区の中心地。現行の行政地名は小金。郵便番号は270-0014。 駅は小金宿通り沿いに南北へ広がっている。北小金駅前には商業施設があり、南方に進むにつれてマンションや新興住宅地、古い寺院が広がる。小金原や新松戸には小金の飛び地がある。現行の行政地名は小金清町1丁目から小金清町3丁目。郵便番号は270-0016。地名の由来は 松戸市長を2期務め、松本清の創業者でもある、松本清から来ている。現行の行政地名は、小金和佐町。郵便番号は270-0015。小金清町と小金和佐町はどちらも住宅街が広がる。現行の行政地名は、和佐内。郵便番号は270-0018。地名としては、 上磐線線路時期に残るのみとなっている。線路時期内のため人は住んでいない。水戸街道千住塾から三つ目の宿場町である小金塾が置かれていた。2020年8月31日現在の世帯数と人口は以下の通りである。数差打ちについては統計が取られていない。私立小中学校に通う場合、学区は以下の通りとなる。 北小金駅バス乗り場は南口駅前広場1から5番乗り場。北小金駅北口バス乗り場は北口京葉銀行前道路上。Google マップやマピオンでは他にも住所が数差内301となっている場所が書かれている。国土地理院の地図やヤフー地図ではその住所は書かれていない。ありがとうございます。